チームとして今日高い練習ができてますし、まあ、疲労感も若干見えてますけど、まあ、その中でも、まあ、ゲームだったり自分たちで強度の高いトレーニングができているので、まあ、いいトレーニングができているなと思います、まあ、課題というよりは、まあ、シーズンしっかり1年間怪我せず戦える体を作るということがまず自分の目標ですし、まあ、このキャンプのテーマででもあるので、まあ、しっかり自分の体を追い込んで、鍛えてないなと思います、はい。まあ、そうですね、若い選手も、どんどん力をつけてきてますし、まあ、自分もうかうかしてられないっていうのが、気持ち的にあるので、まずは選手をたくましながら、まあ、開幕に向けてポジション争いをしっかりしながら、チームとして強化できればなというふうに思います、まあ、今シーズンチームとしては監督5年目になりますし、まあ、いいサッカーしてタイトルを取れるように、まあ、自分としてもそこに導けるようにプレーしたいと思うので、まあ、開幕もう少しですけど、楽しみに待っていてください。